今日の啓発動画はですねえー。部落に対する汚れ意識っていうとかね。あと迷信っていうものは間違ってるってお話をしたいんです。よくね。部落問題の講演会なんかで。まあ活動家とか。まあ、一部研究者がドヤ顔でえー、部落に対してはね。そういうまあ、仏教とか神道とか日本の宗教観に基づくね。そういう川とか。 ニコを扱う仕事に対する汚、えー、れというようなね意識があってい、まあ、わばまあ偏見とか迷信の類いですねそういうものがあってそれが部落に対する差別につながってそれでまあ部落に対するま貧困とかねそういうものが生まれたっていうようなことをドヤ顔で話す人がいるんですけどもそれは間違ってます汚、えー、れっていうものは意識の問題ではないし迷信でもないんですで宗教の問題でもないんです えー、もう発揮し言ってしまうと実際に汚かったんです臭かったんですえー、これ滋賀県の県立図書館の資料なんですけどもこれ紀、えー、の川市で今の草津市紀の川町の、えー、1967年の状態の資料です今からほんの50年ちょっと前ですねこんな感じなんですね えー、もうゴミが散らばってるそういうところで子どもが遊んでいるこういう廃墟があってね、えー、不良住宅がひしめいていてでこんな状態ですよえー、っとねまあ今はさすがにねくなったけくなってきたけどちょっと前まではよく東南アジアなんかもねフィリピンとかのスラムがまさにこんな感じだったんですけども。 もう50年ぐらい前は日本でもそういう場所があったんですね。もう写真からしてこれ、もう臭そうじゃないですか。いかにも汚そうでしょえっ、ー、と、まあ部落はね、全部全部そういうわけじゃないんですよ。まあ農村型部落っていうのはもうそういう実態っていうのは僕はあまりなかったと思います、えー。まあ農村型でまあ普通に小作人がいてっていうのはまあほとんどの部落なんでそういうところはまあこういう実態はないので別に臭いとか汚いとかなかったと思うんですけどもこういうね、 木の川神殿みたいないわゆる労働型部落、うん、地方都市スラムに属するようなところは実際臭かったし汚かったんですよ。であともう一つね、えー、比較とか吐、まあ、殺量みたいなものに対するその、まあ、生き物を殺すということに対して汚れ意識があるというふうに言われるんですよこれも間違いなんですよね。 一昔前の航空写真なんか、屠、え、殺、ー、状の近くの川がもう真っ赤になってたりとか、あと川を扱う仕事ってね、川、えー、をね腐らせて脂肪をそぎ落とすような工程があるんで、実際、臭いんですよで。そういうことをまあ川べりなんかでやると、やっぱそこの川が汚くなるんで、えー、周辺の村の住民から嫌がられるっていうことは、実際にまあ昔。 あったわけですだから部落に対する汚れ意識、まあ、それも、まあ、全部の部落じゃないですよ例えばこういう比較だとか吐、えーまあ、殺というのをやってるような部落あとこういう都市スラムみたいな部落そういう少なくともそういうところに関しては迷信ではなくて実際に臭いし汚かったんです。でそうするとやっぱし周りの 住民といううのも避けけるるようになるわけですねだからこれは完全に迷信とか意識の問題じゃなくて実態の問題なんですねであとね部落が柄悪いっていうのは偏見だっていうふうに言われることもあるんですけどもそれこれも違うんですよね。えこれ1891年明治の、ね、半ばぐらいの資料なんですけども「豪州の悪尊」甲「豪州東斉氷虎姫村大和小桜は」 小桜は全国にての悪尊なりとて評判高し何上に悪尊という名があるかと聞けばすなわち一体の人気甚だ殺伐なる上に過半は土方とシャフと下駄倒しにてことに 高窃盗の罪を受けし者も多くあれば他村の者恐れてこの村の者とはなるべく交際せざるありさまなるがこの頃村のならず者の親方かぶなる義郎といえるがその筋へ捉えられたうんぬんってまあ書いてあるんですねでこれはまあゴシップ紙みたいなもんなんですけども相当ねこの記述が具体的なんでまあ全く根の葉もないことをえ書いて いいるとは思えないんですねで実際この「豪州の悪ゾーンって言われてる、えー、小桜なんです今の長浜市桜町ですね実際ここは都市イスラムだったんですだから先ほどの紀の川神殿なんかと同じような状況があったんですね。つまり、あのーまあ、別の動画でも私説明してるんですけども差別があったから貧困が生まれたんじゃなくて貧困があったから差別が生まれたんですよ。貧困に陥るとやっぱ そのまず生活環境というものがすごく荒れてしまう、えー、ゴミがそこら中に散らばってる、えー、服も汚いだからそのブラの人間はね汚いからそのまあ雑誌にはよその村に来ても雑誌にはあげなかったとかあと食べ物渡すとかお椀からお椀にワン移してたとか、まあ、そういう話が言われるんですけどもこれはただただその迷信でそういうしてたんじゃなくて実際 その汚い身なりをしても悪臭を放ってくるわけですよ。で昔の人だってそういう不衛生なものに近づくと、まあ、病気になるとかそういうことは分かってたんでそうするとやっぱし避けようとするとだからまあそれを差別というのかどうかっていうのは微妙な話ですよやっぱ汚いものから避けるっていうのは合理的な考えですからまあこういう話をするとねまあやっぱしね解放同盟員のじいさんとかも発狂するんですけどもただ 真面目にねブラック問題の歴史とか過去の経過っていうのを研究してたらもう研究者だったらもうこういうことは知ってると思うんですよ。もう汚れとかそういうものは意識とか名詞なくて実際、ね、このスラム型のブラックとか比較なんかを扱うようなブラックっていうのは汚いし臭かったんですだからそこでその未だにねブラックに対する汚れ意識があるとかそういうことを言うのはもう間違ってると。だからそういういことを 人権研修なんかで教えるっていうのは間違ったことを教えてるしそれはブラック差別の解消につながらないんですねえ何度も言ってるんですけども差別から貧困に陥ったんじゃないですえ貧困があってその後差別が生まれたそれを差別という言葉で言えるかどうかえ汚いものは避ける臭いものは避けるというものはまあ、一概に差別という言葉では表現しがたいですよね だから、部落にとって大事なことは、やっぱり貧困を解消すること、で比較産業にしても、えー、土殺にしてもねその、もう昔は状況が違いますからね、もう今はもっと近代的な設備になって、えー、そういう匂い対策のね、えー、設備なんかもできたりするので、えー、相当状況が変わっています。だからそういう状況が改善されれば、当然、人はそれを避けようっていうふうには、あまり思わなくなるわけですね。 だからそういう状態でそのなんか汚れ意識がとかいうのは間違っても汚れ意識なんてそんなものはないんですよ最初から意識じゃなくて実態があったんですだから実態をななくせば差別ととといいううものは解消すするということなんですねだからそのあたりをちゃんと押さえてないとまあブラック差別の解消というものについて、えー、正しく向き合うことはできないと思いますということで今日の啓発動画でしたどうもありがとうございました